ということで、続いて、うん、次はせっかくだからね、何？やっぱもうデビューして何ヶ月か分かんないですけど、結構経ったということで、まあいい節目じゃないですか、年末。ちょっとで、何したか見直そうかな、みたいな、と思って。ちゃんとね、はい、持ってきたんで、パッパッパってちょっと見ていこうかなって思いますね。はい。で、同期オフコラボだ。リディカ半年記念オフタコパ。懐かしいな。まあ、で、なんかあった気がするんだけども、ほぼ忘れたね。同期オフコラボ何したっけ？タコになんか乗せたけど。マンションゲームしか覚えてないんだよね。でも僕が初めてここで、なんか、ちゃんと企画を練ったね。練ったっていうか、そこまで企画練ってないけど。なんか、半年記念、なんか、誰もやらなさそうだったから、僕やらな、ガチで、ね、なんか、ただ、いつもみたいなスプラコラボになるんかなと思って、さすがに半年やしなんかやろうっていうことで、オフタコパをやったんですけど、そう、AGF のグッズ紹介も兼ねて、タイミングすらたまたまあっただけなんですけど。でも僕あんまそんな企画練るんで、やるタイプではないから、今回結構適当というか、そこまで深く考えなかったんですけど。まあこういうなんか半年とか、周年じみたそういう、なんだろう、イベントは、なんかやれたらいいっすよね、気分っすね、僕は。まあ、リティカあんまやらんっていうか、そういうのあんまやらん人多そうやし、わからんけど。企画とかあんましなさそうだから、僕がした方がいいんかなっていう。それっすね。質問コーナー何があった？あ、スーパーだったらございます。返信。あれは多分みんなね、見てなかったな、もう文字を。多分みんなたこ焼き見てて文字見てなかったよ、あれ。なかなかない間違いだけどね。確かにでも、返信と返信間違えそうだな。てか、返信早い人。てかね、やっぱ年々みんな返信遅くなっていくよね。まあみんな忙しいか。返信はね、やっぱ相変わらずね、遅いっすね。ヒーローならではの間違い。確かに僕らしか間違えんよね、変身って。いや、星ルベは結構ね、変身早いね。てか配信終わりとかに毎回ちゃんと返してくるから、星ルベはね、すごいあれコンスタントに業務連絡できますね。稲見も言うて早いから。小柳は多分ディスコ見てないね、そもそも。っていう話なんかしたよね、多分オフタゴバで。だから最近は新しい手法を使い始めて、僕は何日までにリアクション、まあ、スタンプも押されてなかったら進めますっていう新しい手法を使おうかなっていう。ちょ、裏技使おうかなと思って。これ神ですね。まあでもディスコ見んよな、あんま。どうなんだろう。まあ忙しいか。粘着した方がいい。いや、僕はマネージャーだよ。僕、めちゃ強えじゃないか。ディティカのマネージャーでいいですか、じゃあ。別で何か発生してません、これ。ディティカマネージャー担当してます。村駒です。お願いします。返信早くします。いや、赤ギーはうるさい、うるさい、スマホ喋るな、お前の返信求めてない。赤ギーくんはね、返信早いよ。
いやどうもね、一般的に見たらね結構早いね、キノコの鍵は。だってみんなよく聞いて、クリスマスの1日前の深夜、まあ夜に、明日みんなでクリスマスパーティーせん、クリスマスケーキ作れんっていう連絡して OK が出て、次の日にクリスマスパーティーをできるぐらいの容量の良さですよ、これ。これ、ポイント高いです、2期。これ、KP2 期、ポイント高めっすね。はい。これ、僕が言う前に必然的に、キュンアカギはできる男っていうことを、今、証明できてます。このフッカル。おめでとうございます。これ、間接的にもう分かってました、これ。仕事ができる男です。KP2 皆さん。一票お願いします。普通に考えてやばいよね。奥だったらむしるかもしれんよ。クリスマス、クリッパの誘い前日の深夜らしいです。ごめん、普通に客観的に見たら奥クソほど迷惑なやつよね。いや、だいたいさ、なんか、予定あったりするかもしれんやん。クリスマスやし。友達となんか、遊びに行くとか。なんか食べに行くとか、肉食いに行ってくるわとかあるかもしれんやん。これ前日の深夜でも家を開けるほどの余裕がある。なんだこいつ。すごいな、バイト組全員が集まるっていうね、フッカル度が皆さんすごいかなと思います。わけわからんでしょ。ありがとうな、みんな。うさみも、ほしるべも、あかぎーも。すまんな。急すぎて笑った。まあ、そういう年月もありますよ、と。いいね。バイトの意識高いね、みんな。さすがに給料上げた方がいいか。ふっかりすぎて逆に怖いけどね。まあ言うてみんなね、めちゃせ全員死後出来だからね、割と。全員に給料あげます。仕方ないですね。このベレー帽あげますよ。皆さん。皆様にこのベレー帽を配布するんで、それで我慢してください。めちゃせの皆さん。すいません。いいですか、これで。対価お年玉ってことで。現金換算なしで、物品換算でいいですか。はい、メンバーシップ登録ありがとうございます。店長なんでさすがにおそろちで、はい、次来ますね。